笑顔、ものすごい笑顔。原田さん、でもね、この笑顔なかなか出ないよ。本当に幸せなんだろうね。本当に出ない顔ですよ。なんかっ人を幸せにする職業だね。素晴らしい。あの日高さんとか細谷さんとか怒りたかったら怒ってもいいんですよ。大丈夫ですか？可愛 いなと思って、笑顔が。杉田さんの笑顔が可愛いことになりますけど、それで大丈夫、彼はそれで大丈夫みたいな、それでいいんですね。ということで、じゃあ宮野さんは脱色変態、嘘、結構変態系声優ですよ。そうかな、変態声優ですよ僕は。まあ、一見するとかっこいいけど、変な脳と拾っておかしくなったりとか。でも、変にしてるのは宮野さんの場合がある。おや？ほら、あ、だから変態声優。あ、そうかそうか。キャラは変態じゃなくても、そうか、俺のせいで変態バカ野郎。わかった。変態系じゃなくて変態声優なんだね。変態声、そう。変態系声優じゃないね。系じゃないね。変態系のキャラをやるじゃなくて、うん、俺が変態バカ野郎。そういうことだね。やろお前。はいはい。言葉選ばないから、ダンガン。あれ、でも、杉田さんも割と、割と、変態声優ですね。そうでもないけどな。本人戦隊。戦隊。から、ちょっと、体のね、車がブーッと入っていくところにね、うん。こういうのが回転するところに。こういうのってわかんないけど。でかいモップがあるところに入っていかないといけないからな。あれ、バイクで入れないですか？いいですけど、びしょびしょになりますよ。なんで人間ごと入ろうとしたんだろうって。マジで？いや、あれ、バイク、戦隊したいんだけど、あれ、大丈夫ですかって言って。マジでやったの？なんで人間まで入ろうとしてんだ、ちょっとって止められて。うん。それはダメだよね。いいよね。一回やってみたいっすよね。いや、憧れはありません？非常に危ない。非常に危ない。ブルブルブルジェロニモのサンシャインどころじゃない。わからない。全部。それやばすぎるでしょ。機体をどうやって入れるんだろうな。ガソリンスタンドの人が止めに来た。何やってんすかって。えって。それやばい。私でもいつもトライするのを車入れるときに、はい、入れるんじゃないかと思って痛いから、そうすると降りてくださいってさらって言われるから、そこでいてもいいですかってはさすがに言えない年になってきて、 あれやっぱ降りなきゃいけないの？一応降ろされますよね。でも、あの人も言ってません？駐車場のガソリンスタンドの人は。駐車場じゃねえよ。何駐車場代わりに使ってるの？ガソリンスタンド。この前会社でインフルエンザの予防接種を受けました、はいはい、幼少時代以来久しぶりの注射で緊張してましたが、うん、はい、なんとその注射のチクが気持ちよすぎて思わずあと声が漏れてしまいました。これもどうしようもないな自分と思いました、はい、いろいろ放送コードに引っかかってしまったらすみません。いや放送コードは大丈夫ですね。君はド M はっきりわかんだね。そうだね。注射その瞬チクが気持ちよすぎてって感じ、うん、すごいですね。でも注射点滴とかもそうだけども、うん、打つ人のそのうまさあるよね。スキルによりますね。あるある。ずーっと叩かれるやん。あれ、3回外されたことありますよ。やだ。熱めっちゃ出てて、うん、病院行ったので採血するっていうのに、うん、あ、ごめんなさい。あれ？ごめんなさい。ひどい。結構元気、熱は出てたけど元気だったのに、うん、なんか貧血フラフラしてきちゃって、ららら気持ち悪くなっちゃって、うん、一発でこう、痛みもなく決めてくださる人いますよね。いる、まあね、うまい人いる。うまい人ね。うん、でも入門編みたいな感じで捉えられてるのかな、病院内で。あそこから始めるみたいなことはありそうじゃない？その、注射を刺すっていうところで。うんうん、だからその練習台にされてんのかなって思うから、でもそれを経ないとうまくいかない。まあやらないとどうしようもないですからね。ね、ただ体調悪い人にはしないかもしれない。体調のいい人って病院にそんなに来ない、ね。なんだろう、その、血液検査、まあ、インフルエンザ。アレルギーを調べるとか、うん、予防接種とかだったらまだあれですけどね。なるほどね。これでも、思わず、あっと声が出てしまって相当ですよ、ね、相当気持ちよかったんだね。相当良かったんだろうな。注射はどうですか？注射？僕別に苦ではないですね。別に痛みっていうか。まあ、痛みはありますけど。痛いからね、あれね。うん、でも、かといってそれは我慢できる範囲で。怖い人はもう本当、大人になってもやっぱ、泣くぐらい嫌な人もいますけど。僕刺さるの見てますね。ああ。刺さる瞬間。あ、俺もでも。でも珍しい光景ですからね。うん。うん、自分の体の中に、タイミング。針が刺さってくんだよ。そう。ずるずるって。タイミング分かった方がいい人ですか？どういうこと？あ、その、行くよっつって。なんか、知らない時にチクってくるその恐怖感が怖いっていう人と、まあ、痛みがもちろん嫌だっていう人も言いますけど、うん、見てていつ来るかっていうのを把握してないと嫌な人もいるのかな。まあ、タイミングはお任せだけどね、うん、そんなにも頓着しないかな、注射に関しては。針治療も受けるから、別に刺されることに対してためらいはないかな。え、何？
やる？運動会じゃないですか？あの、じゃんけんとかします？運動会ってじゃんけんしないじゃん。じゃんけんで戦います。地味。組体操。あ、いいですね。組体操。僕ら3人で扇やりましょうよ。扇ってでもあの真ん中の人がさ、あ、身長がさ、うまくいってないと思う。手足長いチャンマモが中心に立つんだよ。え、杉田さん身長いくつ？177ぐらい。82。ほら。その5センチは私が頑張ればいいの。え、君が真ん中に立てってか。だって私がさ、端っこ行っちゃったら、チューってなっちゃうよ。じゃあ分かった。じゃあ扇やめよう。ピラミッドにしよう、ピラミッド。分かった。俺とちゃんまも下で。下で。やあレイ。やあって崩れるやつ。みんなでやあって言いながらなぜか崩れるよね、あれね。やあやあ崩れる崩れる、うん、ピッ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 。次サボテンって。わけわかんない。サボテン。サボテン超下の人しんどいみたいな。え、だって、ちゃんまもが俺をサボテンした上で、俺がさらに沢城さん。三段サボテンって新しいじゃないですか、三段サボテン。辛いぞ。うん。すごい痩せとく。あと、なるほどな。現場でもそんな感じだったよ。まあ、その、本店にある優しさの話は存分に聞きましたけども、あの、あのエピソード。あの、あれだろ？よく磯っちが言うぐらしてるやつだろ？うん、あの、受け止めるっていうか、物理的に受け止めたっていう、あの、あ、何の時だっけ？いや、アフレコ。収録が長引いたかなんかで、朦朧としてて、はい。あの、スタジオの酸素が薄くなって、うん。で、熱くなってきたのね、むわーって。スゲさんが減ってたんですよ。ちょっと意識が遠のいてきて、うん、よだれがツーって垂れたのね。そしたら、三宅さん隣の、ほら、右隣に座ってながら、うん、パッて左手で受け止めるっていうね。うん、なんか、いや、いいおべべを着てらっしゃったんですよ。おべべ、いいおべべをね。だから、きっと撮影かなって思って、うん、これ汚れたら、うん、だってし、白いの飲んでたじゃないですか。白いの飲んでた。なんか白いの。LG21 か。ああ、うん、乳酸的な。そう。白いの飲んであえてたんですけど。だから、あ、これは染みるなって思って。うん、それでわざわざ手で受け止めた。ハンカチで。とっさだったから。なかなかね、こう、手で受け止めてくれる人なんていませんよ。ないない。天使かと。まあ、犬バカで昔あったけど。犬バカ、うん、うん。そのヒロインの子が、うん、犬がうんこしちゃうと、うん、手で、あ、うんちって言って両手で受け止めるあの人が。ちょっとそれから犬が好きって言うんだけどね。女神すぎんよ、うん。それに近しい何かを感じたよ。つまり俺は犬なんだよ。行くのがちょっと、なんか、あの、気悪くされないかなって。大丈夫です。めっちゃ謝ったよ、あの時。ほんと申し訳ないって。なんか手、洗います。ごめんなさい。君の親に謝ればいいのかなって。いや、みんなやばかったよ、その人は。すごい極まってて。なんか、プロモデラーのみやなんか変な息。うんうん、って言ってたから。それ完全にスタジオ空気やばくないですか？やばかったね。結構狭いところで、大人数。酸欠状態そうだ、大変なんだって。それはスギラさんも呼ばれたらすわ。いやいや、でもそんな人生で一回きりだよ、そんなの。受け止めてもらえるのも一回きりだと思いますよ。本当だね。なかなかないっすよ、そんな。じゃあ、花沢さんと、で、そして、お相手はどうします？ヒカサさんが。はい。じゃんけんしたいそうです。わかりました。わかりました。あいつの竹馬を叩き折ってやりますよ。出てみて出てみて。竹馬滑ったみたいじゃんよ。え、そんなに切れるの？花沢さんってそんなに切れるの？初めて見ました。花沢さんは滑るっていうことに対して非常にデリケートなんですね。あ、そうなんだ。ごめんね、ごめんね。花澤さんの一番好きな音色ってやっぱ絶叫なんですよ。お前はなんで喜んでるんだよ。、うん、いやそれ聞いてゾクゾクしたんだ。いやね、いやもっと聞きたいな、この音色。今青森県のカールピョコピョコミピョコピョコからいただきました。来てますかね。来てないかな。いるかな。誰かの T シャツになってるとかないですか。そうだね、それカエル違いだけどな。あ、じゃあフロンティアを滅ぼそうとするカエルはいないのかな。ウエストエンド壊滅って。今笑ってくれた人、後で話がある。さて、杉田さんといえば数々の女性声優さんにあだ名をつけ、時には喜ばれ、時には嫌がられたりもしていましたね。そんな杉田さんが今までにつけたお気に入りのあだ名ベスト3を理由とともに教えてくれると嬉しいです。だって僕基本的に女の人が苦手なんです。すごい気使うんですよ。びっくり発言だね。いや、あの、家族に女っ
のその性別の人が母親しかいなかったんですよ。おばあちゃんが割と早くに亡くなってて、物心つく前に、なので家族の中で女子っていうのが少なくて、まあ男子社会だったんですね。でも学校、小学校、中学校は共学ですよ。共学だよね、合ってますよね。隣の席に女子はいたよね。いた気がする、うん、あんまり見えてなかったのかな。あんまり、そっか、基本なんかあったらちょっと大変なことになるから、あんまり近寄らないようにしていこうってでもそんな女子たちにあだ名をつけまくってるじゃないですか、だからなんか気安く何々先生っていう呼ぶのがすごいすごい軽薄なイメージがあって嫌なんですよ。確かに杉田くんがそういうのは見ないよね、うん、で、美学先生って言って、誰だよそれそれ誰だ、最近これもんでどうなのこれもんでみたいな、誰だよ誰だお前はってことなんだよね。だから、うん、手っ取り早いあだ名をつけて、うん、なんかこう呼びやすくした方がいいのかなって。うん、しかもそのなんか杉田くんの発信するあだ名の影響力がやっぱちょっとパないじゃないですか。あーね、最近身をもってなんかこうこの辺がギリギリってなったところは何回かありますけども。ちなみに私以外に、ええ、まあ私とゴトゥーザ様以外で、ゴトゥーザ様ですね。他にはどう、表記上はゴトゥーザなんですけど、ゴトゥーザなんですよ。ごまんか、え、ゴトゥーザ、ゴトゥーザ、ゴトゥーザ、だからイントネーションを語に、アクセントを、うん、インドネシアアクセントは語にゴッドゥーザ様だっていうね。ゴってなんか強そうでしょ、うん、なんかゴルベーザーみたいで本当に、さすがゴッドゥーザ様だ、物が違うぜって横で小野さんが言うっていうのが元祖なんですよ。そしたらそれが妙に流行っちゃって、しまいにはなんか違う単発の現場に行った時、まあここは、ゴッドゥーザ様が登場していただいて、真面目なその相談のところに、なんだこのこのあだ名は一体っていうね。お前がつけたんだろ、これよ、おかしいだろうっていうね。他には何があるの？あとは私が知ってるので言うと、仙台エリちゃんのエリセンダイザーが、エリセンダイザー、はいはい、はあのかなりインパクトあったけどね。かけろトロンベって言ってエリセンダイザーがこうバキンって出てくるっていう、かっこいいじゃないですかそうだね、かっこいいね、なんだろうね、濁点があってなんか伸びるみたいな、ね、そうだ好きだねそういうのね、杉田さんが花澤さんのプロフィールを当てていただきたいと思います。60秒スタート。出身地は東京。あ、正解。誕生月は2月。正解なんか怖いですなんか怖いです、正解しても怖いんですけど。血液型は AB 型。正解。苦手な食べ物はうなぎ。あ、よかったね、正解。かつて行ったことのある国。香港。あ、正解。怖いんですけど。苦手だった学校の科目は体育。正解。一番好きなラーメンの味は味噌。あ、正解。正解。今一番欲しいものは休み。正解。最近ハマっているものはマネージャー松岡をお父さんと呼ぶ。もう